今日は終わります。この位置にしてるっていうことは、はい、今回は、はい、じゃあ行きます。9月5日月曜日、今週も頑張ります。まあそうです、はい、大体は大体準備ができました。オーダーメイドのインソールと、あと靴2足で、作戦ボードとバインダー、あと下着だったりマッサージ機だったりとか、あとタオル、マスクとかでいろいろ入ってます。でここには日用品が入ってて、でここには洗濯とかのものです。で基本的に講習会で使用するウェアと、あと部屋とかで着る移動用のウェアとか入れてます。これから移動していきます。18時の便なんですが、e ラーニングとかちょっと終わらせたいので、カフェで集中して作業して終わらせたいと思います。これからご飯の方を食べていこうと思います。さっき出てたラーメン食べて、大盛りせず普通盛りにして食べてきました。で、まあ、ちょっとお腹が減ってたので、はい、マックを買ってきました。では少し休憩で、まあ、今僕泊まっているところが松山駅の目の前になります。今日からグッズする B 級講習会の方が始まりますの で1日目の今日は、ほとんど講義だけなので、2日目からまた違う場所に移動して引き継ぎた講義を行っていくような感じでなってます。はい、ちょっと e ラーニング終わってないので終わらせたいと思います。まあ、終わんないと思うんですけど、はい、ではやっていきます。電到着しました。綺麗です。これから、ご飯を食べて、その後に、また2コマぐらい、あるので、今日は、講義だけなんですが、頑張って見せます。では、サブリーフの説明は終了しました。今日は主に、講義だけで、明日は講義と実技の方が入ります。これからは10時間なので、今日の復習をちょっとして、動画編集します。はい、今洗濯終わったんで帰ります。2日目から会場が変わるので移動になります。今日は3つあって、セットプレーの攻撃とゴールキーパーのところ、フィジカルのところ、どれも攻撃と実技という形でやっていくので、フィジカルに関しては夜の8時半からフィジカルっていう
もう寝るための圧倒します。今日から動くようになるので、怪我のところ気をつけながら、たくさん学んでいきたいと思います。では行ってきます。じゃあお世話になりました。いたします。めちゃめちゃ広いです。セットプレーの攻撃と、ゴールキーパー、のところです。これからなんですけど、フィジカルの方をやっていきます。攻撃最初やって、その後実技の形に行くので、それが終わると今日終わりなので頑張ります。ではとりあえず今日の部が終わりました。コインランドリーで洗濯回してるので、日付は過ぎてしまうんですけど、ちょっと過ぎたらあと寝たいと思います。いや本当皆さん、よくしてくださるので、僕はねプレーとか、まあ、いろいろとディスカッションとかそういうところで返せたらなと思います。ではお疲れ様です。3日目になります。午前中が講義で、午後が実技って形で、夜に講義にまたあるって形なんですが、はい、ちょっと疲れも出てきてるんですけど頑張ります。では今日の実技講義全て終わりました。この後レポートとかをやろうと思うんですが、そこまででこう撮ってる気力がちょっと今なくて、残り今日木曜が金土日月4日が頑張ります。今日の部門全部終了しました。あさってはもう指導実践に入るので、いよいよ大詰めになってきます。あと土日月の3日間あるので頑張ります。結構ねもう体も結構きてて、はい、今ちょっと首が痛くて全然首回んないので、ちょっと今日もねあとスケジュールがタイトだったのであんまり取れなかったんですけど、頑張ってやってます。はい、どんどん吸収できるようにちょっと皆さんといろいろと話していきたいと思います。ではレポートやっていきます。2日目になります。この後9時から講義が始まります。今日講義と実技午前後があって、夕方には、明日に向けて指導実践のガイダンスだったりとか、指導案作成というところが入ってくるので、準備をしていく、段階になります。もう疲労が来てて、昨日レポートやったことなんですけど、体バキバキすぎて座ってるんですよ。午前中、指導実践の方をやってきました。午後も指導実践があって、選手役として、入ります。皆さんがいろんなトレーニングのところをやってくださっているので、ここから吸収して、自分のものにしていきたいと思います。皆さん僕にないこうところだったりとか、気づきっていうところはやっぱりインストラクターを含め受講生の皆さんもくれるので、全力で吸収します。あとこの後ご飯食べて午後の実践いきます。今週はこの辺りで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。今週本当に1週間ですね、研修の方に来てまして、まあ、今日で6日目で明日がラストなんですが、すごく皆さんからいろんな刺激を受けて、選手のためにできることをぜひ、増やしていこうと思います。はい、でまた明日は筆記試験等々あるので頑張ります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。すいません、ちょっと募集期間中全然動画撮れなかったと思うんですが、次回の動画見ていただけると嬉しいです。では